積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。そう、でも寒さに当たってきとって、やっぱり甘さが増してきます。甘さも増して柔らかいです。美味しいです。肩を組んで教えてくれた人、白ネギ言ったらその白く軟白したところを食べるんで、そこがしっかりできるように作るんですけど、まあ、それにはやっぱり何回か土を寄せてやって、その光に当たらんようにしてやる作業がちょっと大変なところであります。でも体を動かすのも好きだし、またずっとその丁寧なく最後まで仕事できるなと思って言うのがいいかなと。段取りか後始末まで全部自分でやらんといかんもんで、それをイメージしながらその作業を当てはめていくのがやっぱり面白いですね。失敗もあるけど、年取ってもやっぱりやりよる人はいっぱいやりよるんでね、いろいろ見習いながら若い人も、まあ、もちろん僕もだけども、どんどん増えていってほしいとは思います。